ちゃ安いんですよね、これ。ブルーレイで 4.99、 これも600円、ゴーストインです、高画機動隊、これもイノセン500-600円ぐらい。しかもですね、こっちのと違って、あっちで UK で買うと英語を話すんですよね。日本の確か DVD はこれイノセンス、日本語しか話さなかったんです。ブルーレイはちょっとよくわかんないですけど、だから自分は英語の勉強はほとんど何もしないで、映画をひたすら見まくるだけしかしないんで、まあ、そもそもあんまり話せないんですけどね。こういうの重要なんですけどね、自分の中だと。そこでは英語も話すし、スペイン語も話すし、英語字幕もあるし、もうほんといろいろ、日本語もあるし、すごい良かった。これゴーストインザシェル何枚かでいろいろあって、進撃の巨人ですね、これ。これこの辺りはリージョンフリー、こちらがリージョン B です。で、日本の DVD ブルーレイプレイヤーじゃ見れない。こっちは見れない。基本的にリージョン B は普通の DVD、ブルーレイプレイヤーでは再生できないんで、パソコン系はもうほぼ全部いけるんで再生します。それを、プロジェクターかなんかに映すとかでなりますね。あとイングリッシュ。Tell me that despite his missing hands, he took us as a greater chance. 音声を日本語にして英語字幕。But this time, no, just like it was before.中国の時は中国に行って中国翻訳の日本のアニメを買って勉強してました。昔はね、 DVD の時は。今はもうブルーレイなんで、結構いろんな言語が収容されてるんでね。あとインドネシアに今行ってるんですけど、インドネシアの場合はインドネシアでブルーレイを買うとインドネシア語が入ってます。あとインドネシア字幕とかね。香港で買うと香港の、広東語と広東字幕が入ってたりするんで、その土地でブルーレイを買って勉強するっていうのがいいと思います。というか、まあ、自分の勉強法ですね。大好きなあれですね、これかっこいいの、これ。おお、鉄コン。これブルーレイ、これが600円ですよ。アマゾンの UK だと。